God will never finish his work unfinished on the way. When you think it is unfinished, it indicates that your common sense is unfinished. God has left his essential and secret message in these paintings under the name of unfinished. In order to know the secret, we have to get out of that unfinished common sense right now. 神は決して自分の仕事を途中で未完成のまま終えません。もしあなたがそれは未完成であると思うなら、あなたの常識が未完成であるということになります。神は未完成という名のもとで、それらの絵画の中に神の重要かつ秘密のメッセージを残しました。その秘密を知るためには、まずあなたはその未完成の常識から抜け出なければなりません。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。未完成の対策、あるいは未完の対策と言われている絵画を4枚集めてみました。レオナルドの描いたセント・ジェロームです。そして東方三博士の礼拝の絵です。白抜きの部分があるため未完成と言われています。そしてミケランジェロの描いたマンチェスターの聖母です。埋葬と題されたこの絵もやはり白抜きの部分があります。つまり途中でこうした仕事を画家たちは投げ出したというのですが、本当にそうでしょうか。またそのように考えて片付けてしまって良いものなのでしょうか。これらの絵画は有機的に、つまり密接不可分につながっています。例えばダ・ヴィンチの描いた左上のセント・ジェロームの絵の中ではライオンの部分が白抜きになっています。そして右下のミケランジェロの描いた絵の中ではフンババが白抜きになっています。右上の東方三博士の礼拝の中と、そして左下の、マンチェスターの聖母の絵の中では人物が白抜きになっています。このように共通性を持って表現されているということです。もちろん、セント・ジェロームの絵と東方三博士の礼拝の絵にもその共通性が見られます。セント・ジェロームの絵の背景には61、すなわち11種ゲマトリアで神を意味する数字が隠し込まれています。そして東方三博士の礼拝の絵の中には131、つまり同じく11種ゲマトリアでイナンナを意味する数字が隠し込まれています。この絵では分かりにくいので、もう少し精細な絵で皆さんにご覧いただきます。聖ジェロームの絵です。木枠で囲った部分に注意してください。拡大し180度回転すると、そこに数字の61が現れてきます。この61は先にも言いましたが、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読すると神を意味する言葉であることがわかります。つまりこのような形でレオナルドを通してですね、1500年後のイエスはここに描かれている人物は神であることを示しました。そして同じように東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。この赤枠で囲った部分に注意してください。そしてやはり180度回転すると、そこに131という数字が現れてきます。この131という数字と聖ジェロームの中に書かれている61という数字の書体が同じであるという点にも注意してください。131はユダヤのゲマトリアで解読すると
イナンナ、イナンナとなります。イナンナ・イシュタールのイナンナです。つまりここに描かれているマリアはイナンナであるということをこの数字が示しているということになります。言い換えると一見雑なようで未完成のように見える絵画ですが、その中にはこういう極めて重要なメッセージが残されているいたということになります。東方三博士の礼拝です。白抜きであるがゆえに未完成であるということになるわけですけども、ことはそんな簡単なことではありません。神は自分の仕事を未完成のまま、つまり中途半端なまま投げ出すようなことはしません。同じように花壇、ミケランジェロの2枚の絵についても同じような共通性が見られます。今丸で囲んだ部分を注意してください。同じ人物、同じ輪郭を持った人物と私は判断しました。そしてこの足もですね、同じ輪郭を持った同じ人物と判断しましたが、これはこの絵の中ではマイナーな問題ということになります。わかりやすく言えばですね、これら4枚の未完成の大作と言われている絵画はそれぞれ密接不可分に有機的につながっているということですが、北の絵で重要なのはこのミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵の中に描かれている右下の動物らしき絵ということになります。この白抜きの部分、一見すると猿のようにも見えますが、私はフンババであると判断しました。文献によるとフンババは巨大なモンスター、ジャイアントモンスターと表記されていますが、ここに描かれているフンババは小さいようです。でミケランジェロは今度は彫刻として同じものを表現しています。右はミケランジェロが彫刻したとされる瀕死の奴隷と題された彫刻です。その彫刻の裏側にも大変よく似た猿のような動物が彫刻されています。未完成の動物です。荒削りの動物です。つまり未完成の動物です。で、この動物は何かということですけども、正面をから撮った写真が手に入りました。その右がその写真ということになりますが、下の方に顔が表現されています。で、この顔をですね、フンババと比較してみます。下はメソポタミア、バビロニアに残るフンババの、まあ、アーティファクトということになります。同じ顔である点に注意してください。つまり、ここに表現されている猿のように見える動物はフンババであると私、林博士は判断しました。先にも言いましたが、フンババは一般にはジャイアントモンスターとして知られていますが、なぜ小さいのかということになりますが、それには理由があります。ウィキペディア・イングリッシュの方には次のように書いてあります。 In ancient Mesopotamian religion, Fumbaba also spelled Huawa and surnamed the Terrible was aMonstrous giant of immemorial age, raised by Utsu. この赤線の部分に注意してください。フンババは Utsu、つまりシャマーシュによって育てられた巨大な化け物であると書いてあります。子供のフンババということになりますが、その子供のフンババを育てたのは Utsu、すなわちシャマーシュであるということになります。となると右がフンババですから、中央もフンババ、そして左の白抜きになっている動物らしき
物体はフンババということになります。そして左の埋葬の絵の中央にいるのはシャマーシュということになります。イエスイコールシャマーシュということになります。が、そのことを知っていたルネサンス時代のもう一人の画家がいました。それがアゴスチノ・ヴェネチアーノです。アゴスチノ・ヴェネチアーノはこんな絵を描き残しています。その中には1502という数字が隠し込まれていました。ここが重要ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。1502です。15というのはイナンナ・イシュタールの神聖数、そして02、つまり20はシャマーシュの神聖数ということになります。古代ヘブライ語においては左から右に読み、右から左に読むという習わしになっていました。つまりここに描かれている1520はイナンナ・イシュタールとシャマーシュということになります。このイナンナ・イシュタールとシャマーシュが現在のキリスト教の原型を立ち上げました。が、そのシャマーシュはどういう理由か、それははっきりしませんが、つまりは処刑になってしまったというわけです。それを表したのがミケランジェロの埋葬という絵です。あの埋葬の絵の中に描かれているキリストはどこにも傷がありません。つまり処刑された後の絵ということになるわけですけども、聖痕もなければ頭の茨の傷もありません。そして言うまでもなく、瀕死の奴隷と題されたミケランジェロの彫刻は瀕死の奴隷ではなくて瀕死のイエスということになりますが、そのイエスの体にもどこにも傷がありません。つまり処刑される前にすでにイエスは瀕死の状態であったということになります。なお現在のローマ法王たちはですね、知ってか知らずか IHS という頭文字を使って自らの法王の紋章を飾っています。 IHS です。 I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と考えると、この謎は簡単に解けます。では中央の H は誰かということになりますが、 H はヘイレル、つまり旧約聖書でいうルシファー、つまり悪魔ということになります。またの名をプロメテウス、またの名をエア・エンキと言います。あの王の第一天使でした。が、人間を改造したという大悪を犯したため、一方では悪魔ルシファーと呼ばれ、また一方ではプロメテウスと呼ばれるようになりました。さらに言えば、現在のバチカンの紋章はイナンナ・イシュタールの8方向に伸びる金星の紋章とシャマーシュの太陽の紋章を合体させたものだということもわかります。なお今ご覧いただいている絵はですね、下がミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの原画のスケッチ画ということになります。で、右下にいるのがシャマーシュ、そしてやや左寄りの中央に立っているのがイナンナ・イシュタール、つまりマリアということになります。右下の人物がイエスであることは、ペーター像の中に表現されているイエスと比較してみるとそれがわかります。ともかくもここでは IHS というのはイナンナ・イシュタール、ヘイレル、そしてシャマーシュの頭文字ということになります。が、この事実はローマンカトリックにとっては誠にもって都合が悪いということになります。イエスの正体はシャマーシュということになってしまうからです。それ以上にマリアの正体はイナンナ・イシュタールということになってしまうからです。
そしてローマンカトリックの紋章はイナンナ・イシュタール、左下の紋章と中央のシャマーシュの紋章、この2つを合体させたものであるということがわかります。その中に IHS という文字が書き込まれています。さまざまな解釈がなされていますが、そうした解釈には全く意味がありません。ここで少し回り道をしますが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の右下に描かれている人物がイエスであることを証明しておきます。これがピエタ像です。このピエタ像がその謎を解くきっかけになりました。このイエスの向かって左、すなわち右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコと出ています。コブです。注意深くご覧ください。コブがボコボコと出ています。コブですね。で、これと同じコブがですね、実は先ほどのカッシナの戦いの絵の中の人物に描かれていました。それをこれから説明しますが、その前にここでコブをしっかりと確認しておいてください。特に上腕の向かって左側にはヒレのようなコブができているのがわかります。中央でそれを今皆さんにご覧いただいています。注意深くご覧ください。コブがありますね。ではなぜミケランジェロがこのようなコブを表現したかですけども、この彫刻は残念ながらミケランジェロが彫ったものではありません。で、もう一つ先ほどのカッシナの戦いと言われている絵に戻っていただきたいんですけども、その右端の下にですね、下でですね、足の皮をベローッと履いている人がいます。靴下を履いているのではありません。皮を剥いでいます。この人物のこの腕に注意してください。この腕を立てて、そして反転し、大きくしてみます。この2本の腕は一致します。照合しますから注意深くご覧ください。ボコボコとコブが出てますね。そして、上腕にはヒレのようなものがついています。そして肩のところにもポコンポコンとコブがあります。一応これら両者は、ミケランジェロが彫刻したもの、あるいはミケランジェロのスケッチと言われています。しかし、ミケランジェロはこうした彫刻を作っていませんし、絵も描いていません。その証拠が、実は、ダヴィンチと言われている芸術家の周辺から出てきました。これがそのスケッチ画です。注意深くご覧ください。同じようなヒレ、コブがダヴィンチの周辺から出てきているわけですね。となりますと、どちらが後先かわかりませんけども、このヒレに注意してください。一番右が一応ダヴィンチが書き残したと言われているスケッチ画です。中央がミケランジェロが描いたと言われているカッシナの戦いの中の人物の腕です。そして一番左がピエタ像の腕です。これら三者は一致しています。ということは、これら三者は二人の別々の芸術家によって描かれたのではなくて、さらにその上にいる1500年後のイエスによって描かれたということになります。これだけではまた証拠は不十分ですね。ですからこれからそれを順に説明していきたいと思います。で、1500年後のイエスの話をします。この人物に注意してください。この人物は1500年後のイエスと林博士は判断しました。先ほどのカッシナの戦いに出てくる人物と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。ちょうど角度と言いますかね、顔の傾きも傾きと言いますか、もう同じだということですね。特に耳はですね、後でも出てきますけども、人間の指紋と同じように個人差が極めて大きい部位です。
ですから耳を照合することによってその人物を特定することができます。で、左は一応ミケランジェロが描いたと言われているスケッチ画です。右は一応ダ・ヴィンチが描いたと言われているスケッチ画です。しかしこれらはミケランジェロあるいはダ・ヴィンチによって描かれたものではありません。もし描かれたとするならば、どちらかがどちらかを真似たということになります。あるいは茶化したということになりますけども、それは少し無理があるということですね。そのこともこれから順に説明していきます。そして先ほどのカシナの戦いの絵の右端に、右下にいたこの人物は頭に花冠をかぶっています。すなわち、王、この絵の中で王であることを示しています。この花冠をかぶった人物と先ほどのダ・ヴィンチが描いたとされる絵と比較してみてください。同じですね。そして、このダ・ヴィンチが描いたと言われているこの人物と花冠をかぶった人物が同じ。そして、この花冠をかぶった人物の腕と、そしてミケランジェロが彫ったとされるペーター像のイエスの腕が同じということになるわけです。すなわち、まあ一番右がですね、イエスということになりますと、中央もイエス、そして左もイエスということになります。こうして繋がりました。すなわち、これら三者は、1500年後のイエスによって書かれたり作られたりしたものだということになります。話を元に戻します。これらの作品は、